川西夏樹の理想的ガールの続編となる楽曲問題集が7月24日水曜日にリリースされた。新曲問題集は異性と飲み会許すか問題、記念日毎月祝うか問題など、集めたら分厚い問題集ができてしまいそうな世の中の恋人たちのリアルな問題を愛しさも込めて描いた楽曲だ。恋人との問題を散りばめた楽曲です。世の中の恋人たちのリアルな問題を歌詞にしました。様々な問題に共感を生む一曲になれば嬉しいです。この曲を聴いて日常から問題を見つけ、皆さんだけの問題集を作ってほしいです。川西夏樹。川西夏樹は2025年2月15日土曜日に大阪梅田シャングリラ、2月26日水曜日に東京渋谷 WWW にてライブを開催する。川西夏樹デジタルシングル問題集2024年7月24日水曜日配信。 https://ORCD.co/キロニュートン問題集主要音楽配信サイトで学生音楽ストリーミングサービスにて配信。川西夏樹ワンマンライブミラーボール2025年2月15日土曜日梅田シャングリラ会場17時開演18。2025年2月26日水曜日渋谷 WWW 会場18時開演19時